パリオリンピックトレードマーク陸上、男子110メートルハードル敗者復活ラウンド、日本時間6日、スタッド・ド・フランス。4日に行われた予選では13秒46、プラス0.7メートル、の組4着で、着順とタイムで拾われず、敗者復活ラウンドに回った高山俊也、29、前輪、上位2位までが準決勝に進める敗者復活ラウンド。 スタートを勢いよく飛び出した高山は、50メートル付近までトップに立つ。しかしその後、3位に交代。それでもゴール直前で追い込み、フランスの W、ベロシアン、29とほぼ同時にゴールに飛び込んだ。写真判定の結果、ベロシアンは13秒445の2位、高山は13秒450で3位。 わずか0.005秒差で準決勝進出を逃した。レース後、高山は中盤から後半にかけてバランスを崩して失速してしまったと悔しそうな表情を見せた。それでも最後は観客も多くて楽しいオリンピックでしたと笑顔で結んだ。日本記録保持者の泉谷俊介24、住友電工、戸村武らシット22、j a l は4日の予選を突破し準決勝進出同種目、日本勢初の決勝進出に向けて、準決勝は日本時間8日午前2時5分開始予定。